えー、帰ってきまして、カ、ねえーシムでサイン制限波走員をやりました。これは3センチの制限波で波長をどんどんと短くしていってるんですね。そうするとホイールベース2.6のだいたい2、3倍のところであの強振があ、やはり強振ジャンプ起こってるなっていうことが確認できましたので、まああのー、聞き取ったお話とは整合性があると。でこれを実証、あのー、していくためには、 まあ、一番手っ取り早いのは自動車で普通に普及しているドライブレコーダーを載せていただくということでかなりシミュレーションと合わせて議論ができるであろうというふうに感じております。